皆さんこんにちは、2センチです。育てて日本人形続きから遊んでいこうと思います。見てください、4327だよ、やばくない？で、心霊コレクションは動画外で一回、新しいの見ちゃいました。うん、超量バッコ、34かな。うん、まあ、今日でね、本当はコンプできればめちゃくちゃいいなって感じですね。4000も集めたからね。まあちょっととりあえず注いでいくか。光を注いで、まあ最終的にどんな形にね、進化していくんでしょうかね。めっちゃ気になるな。あ、でも1回に使うともりの数が多くなってきたな。どうなんの？この、何これ？うわ！え？なんか猿みたいなのいるんだけど、上に。頭の上に。それは誰？お母さん、お母さん、一緒に過ごした時間幸せだった。育ててくれてありがとう。大好きなお母さん、殺させない。殺させない。殺させないってどういうこと？殺そうとしている自分と殺したくない、殺させないぞって守ってる自分と二ついるってこと？まあ今二人いるけどね、この日本人形。本体と上になんかいますけど。あ、死んだ。あ、いや違う。顔がもう一つできてるんだ。双子？お母さん、お母さん、ジュジュジュは生まれる前や生まれてから殺された子供たちの塊なんだ。ジュジュジュってな、呪いだよね。つまり呪い呪い呪いってことだよね。あ、でこの状態でやっぱり怪奇現象は毎回起きるのかな。灯りをあげて進化させた後にこういう心霊は起きるんだろうか。必ずどうなんだろうね。よくわかってないけど、とにかく進めていこうぜ。この頭にいる日本人形はどうなるんだろう。うわー、気持ち悪い。増えた顔。お母さん、お母さん、塊は優しさで溶けるよ。優しさ、きっと大丈夫。お母さん優しいもん。そうかな。もう限界迎えてるよ。あ、なんか不気味なものには優しさあげられないわ。私無理かもしれん。ごめんね、みんな。超量バッコ30。あ、漆はね、なんか7らしいです。で、底辺に分かれるが8って、なんか書いてました、調べたら。不気味すぎる。これ顔なくなってほしいんだけど、顔増えるのやめて。やめて、やめて、やめて。うわぁ、溶けてるし、顔6個に増えてるし。ちょっと本当に何があったの、これ。あ、肝心になった。お母さん、お母さん、覚悟はできたか？さあ、お前の定めを選択しろ。別人格がいるんだよね、絶対。あ、やばい、起きるか。来た。どういう、あ、震えてる。落ち着いて。これなんだっけ、悪霊憑依だったっけ、忘れちゃった。合ってる。これこれ底辺に分かれるね、8ね。これ38らしいですよ。うわ、ちょっと怖いわ。顔増えるのやめてね。消えてほしい。ジュジュジュってことなのかな、この周りにいる顔。突然の寛容拒絶成仏。寛容っていうのは多分優しさだろうね。すごいいいエンドに行きそうな気がする。でもまあ分かりにくいから上から行くか。本当は拒絶だけどね、私は。じゃ、寛容で。本当にいいの？はい。優しさで包み込んであげます。うん。あ、どうなる？え？何？え？ああ！あれ？二つになった。お手紙あげる。お母さん、お母さん、私たちを産んでくれてありがとう。これからもずっと一緒だね。約束だよ。約束だよ。え？二つになった。うおー、怖い。最初の、本当に一番最初の、ね、この姿だよね。これがなんか双子になった、突然。あ、続けて。とりあえず心臓与えまくるか。うわ、めちゃくちゃ必要ですよ、これは。大変だ。もうちょっとだよ。もうちょっと。来た！さあ、どうなんのこれ？二人一緒に成長すんの？ああ、一緒に成長する。手繋いでる。え、画面右側の方はさ、黒すぎるけど何？お母さん、お母さん、お手手ね、繋ぐの。すごくね、暖かいの。絶対に離さない。そっか。ジュジュジュなのか？もしかして右の方は。え？どっちかがさ、なんかすごい、ひらがなでいつもお手紙くれる方で、どっちかが、漢字でお手紙をくれる方。お母さん、お母さんって、覚悟決めた？みたいな。
なんかちょっと口調も違うじゃん、手紙の。どっちかがそれなんだろうね。多分顔が黒い方がそっちなんだと思うんだけど。違うのかな？解釈違うかな？またこれ足長くなる？どうなんだろう。うわぁ！手繋いだまま成長した。お母さんお母さん、知らなかった。誰かと一緒だと、こんなに幸せなんだね。幸せなのこれ。私にはわかんない。気持ち悪くはないけど、どうなのこれ。どうなんだろうね、最後。おー、やっと。時間かかるようになってきた、突然。秒で進化はできなくなってきた。あれ、同じだね。あの時と。お母さん、お母さん。痛いよ。助けて。嫌だよ。苦しいの。お手手。離さないで。お母さんなのこれ、画面右側。違うよね。ジュジュジュなんじゃないのこれは。こう、今さ、呪いとか憎むとか顔に記されてるってことは、ちょっと待って、一回さ、心霊コレクション見ていい？あ、違った。心霊じゃなくて、進化のこれ。今さ、どれだ？どこだ？どこだ？これじゃん。今、これになったじゃん。だから次、白髪とかになるんじゃないか？多分。ちょっと、とにかく、心臓に捧げていこうと思います。あ、来た！どうなる？どうなる？どうなる？どう、白髪になるんじゃない？予想。あ、なったなったなった！顔すご、ひび割れすぎ。お母さん、お母さん、帰りたいって、こんなゲームダウンロードしなければって。変なの、自分で選んだのに。いや、こんな、ちょっとめたいな、突然。ダウンロードしなければなんて思ってないよ。楽しいよ。でも、あえて嬉しいとは思ってない、君らと。うわ、明かりの減りがとんでもないな。4000個もあったのに。もうちょっとだよ。うわ、400個ぐらい使ってるな。すごい使うね。さあどうなる？どうなんだ？あー、こうなるんだ。まあ同じだね。あ、漢字来たよ。お母さんお母さん。成仏じゃない。成功したね。ジュジュジュ、増えたよ。この調子でどんどん増やそうね。なんだ、ジュジュジュって。本当になんなの、ジュジュジュって。超量バッコ多すぎね。超量バッコ。ちょっとさ、一回、70% になってる。一周目 70%。じゃあ、まだまだかかるね。よし、やっと。もうちょっとだよ、もうちょっとで進化する。来た！何？突然。目を覚まして。遊んでいる場合じゃないよ。これは私に向けて言ってんの？何？誰に向けて言ってんの？覚えてないの？アプリを遊んでた誰かさんは、私のこと？私の横にいる。え、これ私？今のあなたは私なんだよ。魂が入れ替わっても、記憶は継続される。その影響を受けて、混乱してるみたいだね。違うよ！それ私じゃない！それは。違う！あなたは私なの。思い出して。無理。私、違うよな。あなたは私。洗脳しようとしてくるこいつ。ジュジュジュなの。私もジュジュジュ？私がジュジュジュ？ジジジジ？アマちゃん？ノーネンレナ？終わったの？終わった突然。これ一周目のエンドってこと？一周目なのかな？突然終わったんだけどみんな。これがあれかな、エンド1ってことで OK？ 今のは、うわ、今までの日本に、これおかしいよ。これムツゴになったもん。おそ松さんなんだけど、突然なんで。なんで、あ、育ててくれてありがとう。寛容エンド。まあでも呪われずに済んだか。あなたは私とか言われたもんね。諦めないで、あなたならきっとこの子を助けてあげられる。諦めない。お！これで少し楽になるはず。成長率 150%。恩返し率 150%。ありがとう。楽しいけど。うわぁ、祈る。また最初からになったね。そっか。じゃあ、今日はここまでで終わりにしとくか。キリいいもんね。2周目になったね。そっか。なるほどね。次、エンド2が、じゃあ最初は一緒だよね。
最初は一緒だよね、全く。え、違うのかな？どうなんだろう。飛ばしちゃってもいいのかな？え、どう思う？みんな。一緒だと思うんだよね、最初。ちょっとごめん、最初ちょっとやっていい？進化の仕方一緒だと思ってんだけど。多分。どうかな？あ、ほら。お手紙あげる。お手紙も一緒かな？お母さん、お母さん。私を産んでくれてありがとうね。これからはずっと一緒だね。約束だよ。どうなんだろう？これ多分一緒だと思うけどな。長寮箱に。え、どうなんだろう？エンディング、あなたは私。あれ、三択も、三択だったのにさ、エンド四つあるんだね。え、どういうことなんだろう。心霊現象は別にさ、そんな特別感がないから、一緒に見なくてもいいのかなって思ってるんですよ。なので、あの選択肢のところまで、動画外で進めちゃっていいと思うんだよね。そうしよっか。そうして、じゃあ次回、エンド2個目を見て終わろうかなって思います。じゃあ今日はここまでで終わりにします。また明かりね、一生懸命ために行きたいと思います。任せてください、皆さん。エンドを一緒に見ましょう。じゃあ今日はここまで終わりにします。よかったらね、チャンネル登録、高評価、あとコメントとかね、いただけると励みになるのでよろしくお願いします。さよなら、グッバイ。じゃあね。